大西洋マグロ類保存国際委員会とは、大西洋におけるマグロ類資源の持続的漁獲を可能な水準を維持するために設立された委員会。大西洋のマグロ類の保存のための国際条約地中海を含む大西洋全域においてマグロカジキ類を対象魚種とした調査研究、魚種に関する韓国等の保存管理を行う。具体的には、 総漁獲許容量及び国別漁獲割当ての設定、漁獲努力量の設定、統計証明制度、漁獲証明制度の実施、本格対策等に関与。アメリカ合衆国、日本、南アフリカ共和国、ガーナ、カナダ、フランス、ブラジル、モロッコ、大韓民国、コートジボワール、アンゴラ、ロシア、ガボン、カーボベルデ、ウルグアイ、サントメプリンシペ、 ベネズエラ、赤道ギニア、ギニア、イギリス、リビア、中華人民共和国、EU、チュニジア、パナマ、トリニダード・トゥバゴ、ナミビア、バルバドス、ホンジュラス、アルジェリア、メキシコ、アイスランド、トルコ、ノルウェー、ニカラグア、グアテマラ、セネガル、フィリピン、ベリーズ、シリア、セント・ビンセント及び、グレナディーン諸島、ナイジェリア、エジプト、アルバニア、シエラレオネ、 モーリタニア、キュラソー、リベリア、エルサルバードル、ギニアビサウ、クレナダ、ガンビア台湾、ガヤナ、スリナム、ボリビア、コスタリカ。ありがとうございます。